え皆さん、こんにちは。独協医科大学埼玉医療センター、糖尿病内分泌血液内科の田村です。また火曜日では日本医大血液内科にいます。えー、私はもっと知ってほしい多発性骨髄腫のこと、再発の時の治療についてお話ししたいと思います。再発時の治療についてお話しいたします。 まず、治療開始のタイミングです。こちら、治療の回数別の効果、持続期間が書いてあります。一番左は、えー、診断時の時を100%として、1回目の0時面。何人の、えー、何の方がこの治療を受けられたかということが書いてあります。1回目が95%、2回目61%、3回目38%と、 だんだんレジュメンが進むにつれて、パーセントが低くなっていくことがわかります。また、その期間もですね、えー、こちら赤いところが効果持続期間でありますけれども、このように1回目、2回目、3回目と回数を重ねるために、この持続期間はどんどん短くなっていきます。ということで、早期からですね、効果の高い治療を選択することが重要となります。 こちら、再発と難治の定義でありますけれども、再発は導入療法などでえ血液中から消失したモノクローナルタンパク、M タンパクが増加え、骨髄種に特徴的な症状、クラブ症状が出た状態を言います。一方、難治は最初から治療の効果があまり得られてない状態であります。えクラブ症状はえご存知の通り、高カルシウム結晶、腎障害、貧血、骨病変であります。 治療開始のタイミングでありますけれども、症候性再発、M タンパクの増加とともに、このクラブ症状が出現したとき、あるいは M タンパクの増加速度が速いとき、例えばですね、M タンパクが2ヶ月以内に倍になったようなとき、これが治療のタイミングだと考えられます。これに当てはまらない、M タンパク増加速度がゆっくりの場合、 え、クラブ症状がなくて、M タンパクの最低値から25%以上増加しているけれども、え、こういった場合はどうするかということでありますけれども、この場合は注意深く経過観察、あるいは、お若い方とかでは治療を開始することが多いというふうに考えられます。え、これを図にしてみますと、縦軸がですね、上に行くと、がん細胞の量、 すなわち、M タンパク量になります。発病しているときは、えー、M タンパク量が多いですが、治療しますと、これが少なくなっていく。少なくなっていきますと、この下が症状がないということでありますけども、症状がなくなって、えー、しばらくしてまた、M タンパクが増えてくる。この再発のときに、この M タンパク量の増加が激しいとき、えー、血清 LDH というのがありますけど、これがあ増加を反映すると。 考えられておりますが、こういった LDH が高くなる場合、あるいは高リスク染色体異常、こういったものがある患者さんは、直ちに救援療法が必要となります。一方、治療して M タンパクが下がってですね、症状がなくなってきた。しかし、上々に M タンパクが上がるような症例。 こういった症例はですね、4から6週ごとに経過を観察しつつ治療の開始時期を決定するということになっております。次が治療選択の要因です。治療歴のある骨髄腫治療。これは NCCN のガイドラインでありますけれども、アメリカの血液腫瘍内科医が主に使っているガイドラインであります。推奨デジメ。 見ての通り、これだけでも8つありますし、す、え、べ、ー、て混ぜているとですね、20個ぐらいのレジ面があるということで、この中からその患者さんに最も適した治療法を選択しなければいけません。まあ、これはですね、血液専門医にとってもなかなか難しいことでありまして、この1と書いてあるカテゴリー1、高いレベルの根拠、つまりエビデンスに基づく推奨がされているようなものから、 選ぶことが多いのですが、それでも患者さんによってではですね、こういった二剤併用といったものも選択しなければいけないということであります。では、どうやって選択していくかということで、治療選択に関する要因があります。患者さんの要因、疾患の要因、そして治療、これまでの治療がどうだったかという治療要因、この三つを考えて治療を選択いたします。 治療に関する要因1は患者要因です。年齢、全身状態、併存疾患、臓器機能、免疫状態、社会的支援、患者さんが一人で病院に来れるかといった、こういった要因によって治療を選択いたします。例えばフレイルでありますけども、これは80歳を超える、心身の活力、運動機能や認知機能が低下している、 複数の慢性疾患の併存がある。これらによって生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態。これがフレイルなんですが、こういった場合は通常は治療薬3剤併用なんですが、フレイルの患者さんは2剤で治療するということが推奨されております。また、社会的支援が得られなくて、例えば週に1回点滴に来れなかったような患者さんは、経口薬を選択して、まあ内服ですね。 飲み薬で治療するということもございます。治療の選択に関する要因には、疾患要因、染色体の異常、予後不良の染色体があるかどうか、使用量や増殖の速度、主流の形成や白血病化しているかどうかがこれにあたります。予後不良染色体異常がある場合はですね、治療効果が期待できるレジ面の選択が必要になりますし、 え、治療の継続が重要になります。ある程度良くなったからといって、え、治療をやめたい、ということもあると思うんですけれども、そういった、えー、やめてしまいますと、えー、再発することが多いのが、この予後不良染色体異常の患者さんであります。また、腫瘍の増殖速度が速い、主流の形成、こういったものは、カルフィゾミブなどのプロテアソーム阻害薬、あるいは従来からありますシクロフォスマミド、 そういった抗がん剤を使用することが考えられます。治療選択に関する要因の3つ目は、えー、治療要因です、えー。前回までの治療内容、それまでの治療薬の感受性、末梢神経障害などの治療関連属性などがこれにあたります、えー。それまでの治療薬の感受性は非常に重要でありますので、後ほどこれはご説明いたします。 治療関連毒性による治療選択は、例えば骨髄抑制、血球の減少があるような患者さんでは、えー、骨髄抑制の強い治療、例えば多剤、併用の抗がん剤、こういったものはなるべく選択しないということが重要になります。また、末梢神経障害、手の痺れや足の痺れですね、こういったものはボルテゾンビブ、サリドマイルは避ける。あと、新機能の低下している患者さん、 こういった場合には、ドキソルビシン、ボルテゾミブ、カルフィゾミブといった、新機能障害があるような薬剤は避けることが重要になってきます。では、骨髄脂の免疫低下と免疫調節薬についてご説明いたします。骨髄脂はですね、いろんな免疫不全が起こることが報告されています。 こちら骨髄の中で骨髄腫種細胞は増えるわけですけれども骨髄腫種細胞そしてそれをサポートする骨髄の支持細胞というのがございますこれらの細胞がいろんな物質サイトカイン等を出してこれが免疫を抑制する細胞を刺激して増殖させるあるいはこれらの分子が直接免疫細胞を抑制する といった記事で、本来骨髄腫を攻撃するような免疫細胞、T 細胞や NK 細胞が、機能不全に陥っているということが分かっております。そこでこの免疫調節薬がベースになる治療が多く使われるようになっています。この免疫調節薬についてお話ししたいと思いますが、 ちょっと難しいんでありますけれどもこのレナリドミドポマリドミドといったものがこの免疫調節薬 I3 ツというふうになっていますこれはあの骨髄腫細胞あるいは免疫細胞に発現していますセレブロンといったものにくっつくことになっておりましてくっつきますと後ろに尻尾が出ますこの尻尾にイカロスアイオロスという分子がすっぽりと結合してこのセレブロンを介してですね このイカロサイロスがプロテアソームで分解されるということが分かっておりまして、このイカロサイロスが分解されますと、この、それによって抑制されていたインタードイキン2が増加できる。そうしますと、これは免疫を復活する作用がありますので、免疫復活する。これは抗体治療薬を増強する作用がございますので、この併用は非常にリーズナブルだというふうに考えられます。 一方で、イカルサイオロスは骨髄種の増殖に非常に重要な IRFA4、CMIC といったものを制御していますので、これらが分解されますと、これらの発言が下がって、抗骨髄種作用が出ます。なので、他の薬剤、プロテアムソーム阻害薬などの併用が非常に効果が増すということになっています。こちら免疫調節薬の種類と特徴になります。 サリドマイド、レナリドミド、ポマリドミドという3種類の免疫調節薬がありまして、すべて蛍光薬、内服薬になっています。で、レナリドミドだけが初発から使えまして、免疫調節力はこれになりますけれども、免疫を活性化する力がありますが、さらにポマリドミドの方が活性化力が強いと考えられています。そして、レナリドミドをずっと使いますと、 セレブロンの発言が低くなって、レナイドミド耐性になりますけれども、こういった耐性になった骨髄種に関しましても、ポマリドミドは30%効くことが分かっておりまして、このセレブロンを介していない抗骨髄種作用があることが分かっています。ので、レナイドミド耐性でもポマリドミドが使えるということになっております。サリドマイドは逆に血管新生抑制作用が非常に強い薬剤。 ということになっています。こちら、副作用を表にしたものでありますけれども、サリドマイド、デナリドミド、ポマリドミド。左側が高頻度に認められる副作用。真ん中が治療中止、休薬2の主な原因となった副作用。左、右側が稀でありますけれども、非常に重篤なもの、注意すべきものということになっています。 サリドマイドはですね、もともと不眠の薬として使われてた戦いたいきもありまして、まあ、眠気が起こる、あるいはだるくなるというのが特徴でありまして、さらに末梢神経障害を誘,誘発するということが分かっています。レナイドミドとポマリドミドの共通の副作用としましては、皮疹ですね。特にレナイドミドは半分ぐらいの方に皮疹が出ます。皮膚の骨折したりだとか。 とかですね。痒くなったりといった副作用であります。あと、倦怠感、あと血球減少が起こります。好中球ですね。白血球の中のばい菌をやっつける血球好中球が減少します。また、血を止める血小板も減少するということが共通の副作用になっています。そして、中止の原因としましては、この好中球が減少します。と感染になりやすくなりますので、感染症を合併することがある。あ ということで、注視しなきゃいけなくなるということがあります。そして、これらあ、イミッツ、免疫調節薬はですね、深部静脈血栓症や肺塞栓症を起こすということが、最も注意すべき合併症、副作用ということになります。えー、この深部静脈血栓症が起こりますと、えー、このようにですね、血管が集まりますと、非常に 足が腫れたりとかですね、この詰まったところが腫れる、痛みが出る、熱っぽくなるということで、まあ、左右差を見ていただくとわかりますが、かなりちが腫れていることがわかります。また、肺に側線ですね、血栓が詰まりますと、呼吸がしにくくなる、不快感がある、ひ、え、ど、ー、くなるとやはり命に関わることになります。なので、通常、 このイミッツを内服している場合はですね、アスピリンなどの予防薬を処方されていることが多いかと思いますが、さらに、肥満があったりとかですね、血栓症の起用があったり、あるいは糖尿病があったり、カテーテルが入ったり、ずっと寝ているような感じさん、こういったものは非常にリスクが高いので、アスピリン、あるいはそれ以上の予防薬が必要となることがあります。それでは、治療レジメンの選択の実際について、 お話しいたします。こちら、日本血液学会が出しております、造血器腫瘍診療ガイドラインでありますけれども、この治療アルゴリズムを見ますと、移植適用がある患者さん、通常は65歳、あるいは70歳までとなっておりますけれども、初回移植をやっておりまして、走行して18ヶ月以上経っている場合、そして で染色体が標準リスクですねこういった患者さんは2回目の自家末梢血管細胞移植をやってもいいよということになっています。えー、同種移植に関しましては、えー、治療関連死亡のリスクも高く研究的な位置づけということになっています。えー、こういった移植適用の方は、えー、さほど多くないと考えられますので、えー、主に移植非適用ということになりますので 救援療法ですね。えー、再発、難治となった時の治療ということになります。えー、初回治療終了後、12ヶ月以上経過している場合はですね、えー、初回と同じキードラックを使って、えー、救援療法をしてもいいよということになっております。こちら、再発、再燃時の治療、すなわち救援療法になります。えー、新規薬剤が、 抗体治療薬、そして免疫調節薬、プロテアソム阻害薬、h ダック阻害薬、この4種類ということになります。その他に従来の抗がん剤、プラス副腎皮質ステロイドということになります。これらを使って救援療法を行います。抗体治療薬は現在3種類使用可能でありまして、ダラツムバブ、 これは、あの、初発から使えますけれども、点滴。そして、近い将来、皮下注射で使用できることが分かっています。そして、一冊キシマブ。これも CD38 の抗体。そして、スラム F7 の抗体、エロツマブ。この3種類が抗体治療薬ということになります。免疫調節薬は全て内服薬になりますけれども、レナリドミドだけが初発から使用可能です。 その他、ポマリドミド、サリドマイド。プロテアソーム阻害薬は、ボルテゾミブ。これも初発から使用可能ですが、皮下注射。今、ほとんどが皮下注射で使っておりますけれども、常駐でも使えます。あと、カルフィルゾミブ。これは点滴で使用するものであります。そして、イキサゾミブ。これは内服ができます。週1回の内服で3回飲んで、1回休みといった内服の仕方になります。 その他、ジダック阻害薬、そして10代の中薬、そして副腎皮質ステロイドは主にデキサメタゾン、そしてプレドニゾンということになります。これらの新規薬剤、あるいは従来の抗がん剤から1、2剤を選択し、プラス副腎皮質ステロイド1剤を加えた3剤併用療法というのがスタンダードになります。 全治療の感受性によって治療の選択が変わるわけでありますけれども、例えば、ボルテゾミブ含有レジメン後、1年以内の初回再発、あるいは治療抵抗性となった患者さん、これは、あの、ボルテゾミブが効かなくなっておりますので、レナリドミドをベースとしたレジメンが基本となっています。逆に、レナリドミド含有レジメンの1年以内の初回再発、あるいは何時となった患者さんでは、ボルテゾミブ、あるいはカルフィルゾミブも使いますけれども、 これらの薬剤をベースにした治療法が基本になります。そして、ボルテゾミブ、レナイドミド、両者治療抵抗性で再発した患者さんは、ポマリドミド、あるいはカルビゾミブをベースとしたレジュメンが選択されます。それでは、ボルテゾミブ、レナイドミド、体制骨主の治療について、もう少し詳しくお話しいたします。 ボルトイゾミブ、含有レジメン後、1年以内の初回再発耐性となった場合ですね。レナイドミド、ベースになりますので、フレイルの患者さんであれば、レナイドミド、デキサ、あるいは、レナイドミドをベースにした散剤併用ということが選択肢になります。その他、サリドマイド、デキサ、カルビゾミド、デキサというものも使用できます。 レナイドミドをベースにした治療薬でありますけれども、保険で併用できる薬が縛られておりますので、レナイドミドを基軸にしまして、抗体治療ならばダラツンマブ、あるいはエロツンマブ、プロテアソムソガエナルクであればカルフィゾミブ、あるいはエキサゾミブ、従来の抗がん剤ならシクロポスファミット、これらのどれか2剤を使って、プラスデキサメサゾン、 の内服ということで、3剤併用レジメンが使用されます。それらの治療法がどのぐらい効果があるかということで、表にしてみましたけれども、これはあの背景がこと、患者背景が異なりますので、直接的な比較はできないんでありますけれども、一番こちらが治療レジメン数ですね。全治療をどのぐらいやっているか。 中央値、そして、えー、範囲。こちらは全走行率。そして、えー、病気が悪くなるまでの期間、無病、無増悪生存期間の中央値。そして、これは、高リスクの染色体異常がある患者さんで、どのぐらい無増悪生存期間が得られたかが示されています。えー、一番上から、レナイドミドテキサ、えー、カルビズミビウ、えー、 RD ですから、レナイドミド、デキサ、そして、イキサゾミブ、ダラツムバブ、エドツムバブといった治療法ですね。3剤栄養レジメンの結果であります。何といってもですね、全、えー、走効率から見ますと、ダラツムバブ、レナイドミド、デキサが非常にいい結果が出ているのがわかると思います。そして、PFS も非常にいい結果が出ておりますが、えー、カルフィゾミブ、RD、 キサゾミブ、RD も比較的良い,い無造作生存期間が出ておりまして高リスク患者さんで見ますとこの3つはほとんどいい同じということが言えると思います特にキサゾミブエナイデミドデキサは内服薬でありますのでしかもハイリスクと全体の無造作生存期間はほぼ同じということでハイリスクの患者さんに効く例メンだと考えられます 次に、レナイドミド耐性骨臭の治療であります。レナイドミド含有レジメン後1年以内、あるいは治療中に再燃したような患者さんであります。これは2つに分かれまして、免疫調節薬なし。これはカルフィゾミブベースが基本になりますけれども、ベルケードに感受性が残っていれば、ベルケードとダラツムバブとデキサメサゾン。 通常、ベルケードレナイドデキサという治療がよく行われておりますので、そこで再発した場合は、ベルケードにも感受性がありませんので、カルフィルドミブデキサ、あるいはそれにダラツマボを併用した散剤併用薬が使われます。また、レナイドミドは免疫調節薬なので、えー、レナイドミドをさらに進化したポマリドミドを使った、ポマリドミドベースレジュメント、こういったものも選択肢となります。 え、ポマリドミドベースレジメンがこちらになりまして、え、これも保険で縛られておりまして、え、使えるのがポマリドミドとイサツキシマブ。そしてエロツーマブ。プロテアスム素化薬であればオルテザミド。従来の抗がん剤ならシクロフォスマミド。え、これら2剤プラスデキサメタゾンということになっています。また最近では、ダラツンマブレナイドミドデキサ TLD 療法というのが え、移植非適用の患者さんで使われるようになっています。非常にい,い成績が出ておりますので、多くの施設でこの DLD 療法が行われ始めています。え、これで初発でこれを使いますと、継続治療になりますので、継続しているときに再発するということになりますと、ダラツマブとナイドミド、これが耐性になります。 そうしますと、これも免疫調節薬なしの場合、これはカルフィゾミブがデキサ、そしてベルケードデキサというのも選択肢になります。免疫調節薬がある場合、エライドミドが効かなくなっておりますので、ポマリドミドベースでやりますと、ポマリドミドデキサ、プラスベルケード、あるいはエロツーマブ、あるいはシクロフォスマミドといったものが選択肢になります。 それでは、免疫調節薬なしのレジュメンについてお話しいたします。こちらが、免疫調節薬なしのレジュメンを一覧にしたものでありますけれども、カルフィゾミブが中心になるんでありますが、カルフィゾミブは週1回 70mg パー体表面積ということでありまして、高容量を週1回だけ投与する方法が 最近承認されています週1回で3週投与して1週休みという投与法でありましてこれとです、ね、27ミリグラムパースクエア体表面積を週2回連日やってこれも3週やって1週休みというレジュメンを比較した試験でありますけれども全治療レジュメン数が3ということでありますが比べますとやはり70ミリグラム にした方が全走効率もいいし、えー、無造悪生存期間も長かったよという結果でありました。えー、ベルケードが使えるような症例では、ダラツマブ、ベルケード、デキサが適用になります。こちらも全治療レジメンスは2でありまして、全、えー、走効率は82.9%と非常に良い,い結果が出ています。無造悪生存期間も16.7ヶ月であります。 そして、えー、さらに最近認可されたのは、非常に良い,い成績が出てました、ダラツムマブ、カルフィゾミブ 56mg グラムパースクエア週2回、プラスデキサメサゾンといった治療法であります。えー、これも全治療レジメンスに、えー、1から3の患者さんを対象にしておりますけれども、全走行率が84%。 そして無増作生存期間の中央値がまだ未到達ということでありましてさらに、レナイドミド耐性の患者さんにおきましても28.1ヶ月の無増作生存期間が得られておりますので、まあ、この中でですね、ダラツーマブが今まで使ってないような症例でありましたらこの DKD3 ですね、この剤併用が最も効果が高いよということが示されています。 その次にですね、この 70mg パースクエア週1回、あるいは 56mg 週2回といったカルピルゾミブとデキサメサゾンの2剤。これが選択肢になると思います。そこで最近認可されましたカルピルゾミブ、デキサメサゾン、ダラツンマブ、KDD 療法、あるいは DCD 療法と。 というふうに呼ばれておりますけれども、これについてお話ししたいと思います。えー、こちらは全治療レジュメン数が先ほど申しました通り、中央値に、えー。年齢は29から84歳で、若い年齢の方も入っております。中央値は64歳になっています。えー、高リスク染色体異常はですね、大体の臨床試験では大体20%前後となっておりますので、まあ、えー、普通の臨床試験と同じ。 レナイドミド体制の患者さんが3分の1含まれているということでありまして、なおかつプロテアソーム阻害薬の体制も3分の1含まれていると。ただし、CD3 ャチの抗体は今まで使っていない患者さんがほとんどであります。非常にあの多い患者さんで解析しておりますけれども、カルビゾミブデキサメサゾンダラツンマブとカルビゾミブデキサメサゾンの 2対1に振り分けた比較試験であります。これを見ますと、KDD 療法はですね、全走効率。つまり、M タンパクが半分以上減った患者さんが84.3%といたということでありまして、まあ、KD56 週2回も74.7%で非常に良い,い結果なんでありますが、さらに良い,い結果が得られております。また、完全走行 M タンパクは消失した症例でありますけれども、約30%いたということで、非常にキレのいい治療法だと考えられます。そして、無増悪生存期間でありますけれども、中央値、つまり50%の人が、えー、この進行した状態であるという状態でありますけれども、KDT 群はまだ未到達、到達していない、k d 群は15.8ヶ月だったということであります。 で、えー、さらに、高リスク染色体以上の患者さんは15.6ヶ月。KD 療法だと5.6ヶ月でありますので、まあ約3倍伸びたと。で、早期再発例ですね。これは1年以内に再発しちゃった場合、こういうのは大体アグレッシブなんでありますけども、非常にあの進行が早くて、立ちが悪いと考えられるわけでありますが、こういった症例におきましても、18.5ヶ月の無造枠生存期間が得られています。KD よりも、 明らかにいいという結果でありました。じゃあ副作用はどうかということでありますけれども、こちらの KD 群に比べて10%以上頻度が高かった副作用をピックアップしています。これは全グレード。これで、括弧内ないは重篤なもの。いわゆるグレード3以上と言われているものでありまして、まあ、治療が必要なものと考えられます。 で、KDD の場合は、えー、やっぱり血小板が減少する。あと、下痢が多いんですが、自由徳な症例は非常に少ない。あと、軌道感染ですね。これは CD38 の抗体では比較的多いんですけれども、4分の3軌道感染を起こすと。中毒なのが30%。そして、いわゆるインフュージョンリアクションですね。注射した時のアレルギー反応ということになりますけれども、これも20%ぐらいあったよと。 あと、肺炎がですね、まあ、これあの、KD もそうなんでありますが、まあ、1割ぐらい、1割から2割ぐらいの方が肺炎になってしまうということで、まあ、感染症には十分気をつけなければいけないと。そして、カドフィソミブに特徴的な有害事象としまして、高血圧と心不全がございます。これを比較しますと、まあ、両者ほとんど変わらない。まあ、KD というのが少し多いんですがありますが、 まあ、ほとんど変わらないと考えられておりまして、まあ、比較的安全に使用できる、えー、レジメンだと考えられます。そしてもう一つ、えー、ダラズバブが使えないような場合ですね、KD 療法でありますけれども、えー、KD 療法3種類ありまして、特にこの2種類についての比較、すなわち、えー、KD 療法、カルフィゾミブが 70mg という非常に多い量で、周囲 一回投与して、三回やって一回休み。と、週二回投与ですね。これを三週連続やって一週休みという、KD カルフィズミブがですね、56mg per square。まあ、トータルするとこっちの方が多いんでありますけども、これとどっちが優れているかという試験は、あの、直接的なですね、比較試験は存在しませんので、えー、別々の臨床試験から、 え、はい、患者背景の似たような症例をピックアップしてですね、こちら146例、こっちは217例、ピックアップして比較したものであります。そうすると、やはりこっちの方があ、トータル量が多いこともありまして、PFS ですね、えー、無造惑生存期間、えー、全走行率はこっちの方が比較的良かったよと。ただし、量が多いので、重篤な副作用もちょっと多いよということになっています。 で、あの、量が多くてですね、週1回だとなんとなく、あの、まあ、使う僕らもそうなんでありますが、えー、患者さんの方も少し抵抗があるようなんでありますけども、実際、えー、注意しなければいけない副作用ですね、えー、重篤なもの、グレード3以上の,の、えー、心不全、心不全、高血圧といったものでありますけども、えー、週1回の 70mg グラムパースクエアの方が、週2回より、まあ、明らかに少なかったと。 いうことで、この 70mg パース s q u カルフィゾミブ週1回というのは比較的使いやすくて考慮すべき治療法だと考えられます。じゃあ、高齢者だったらどうなのかということで、75歳超えているのにこの治療はどうなのか、すなわちカルフィゾミブは、新機能の障害が起こることがありますので、そういったことが高齢者に起こらないのかということが、 懸念されるわけでありますけれども、こちら75歳未満、こっちが75歳以上の比較であります。これはあの、70mg per s q アを週1回、こちらはのさらに少ない量で、カルビゾミブ 27mg per s q u a r を週2回投与したものの比較でありますけれども、75歳以上を見てみますと、あの、非常に、えー、無造惑生存期間もいい、 ですね、75歳未満とほとんど一緒ということでありまして、ただし、えー、週2回とほとんど優位差がなかったよということでありますので、まあ、どっちを選択してもいいということになります。<laughs> カルビズミブにおきましては、えー、2つ注意点、まあ、特に注意しなければいけない副作用がございまして、心筋障害ですね、そして高血圧ということになります。 ですので、定期的な心電図、あるいは BNP といって、まあ、心臓に負担がかかるとですね、高くなるタンパクを、僕らは定期的に測っているわけでありますけれども、そういった定期的なモニターが必要になります。そして高血圧、これはの治療しますと、治療室の方で必ず血圧を測定しているかと思いますけれども、 え、投与していきますと、どんどん高くなって、急に高くなることがあるということで、十分血圧は注意しなければいけないということになります。えー、そして次は、ポマリドミドベースの治療になります。えー、ポマリドミドベースの治療を一覧にしております。えー、ポマリドミドデキサメサゾンこれは内服治療になりますけれども、えー、全治療レジメン数が5、非常に 多い、治療数が多い患者さんでもですね、全走行率が31%と、まあ、比較的良い,い結果が出ておりまして、無造作生存期間は短いんですが、ポマリドデキサは持続期間が長いことが分かっています。つまり病気を抑える期間が長い1年ぐらい抑えられるということが分かっています。それに、ベルケード、ポマリドデキサですね。この3剤併用は、例えばベルケードを使って いいない患者さん、えすなわちダラツムマブ、レナイドミド、デキサといった治療法の後に再発した場合ですね、えー、セカンドレジメン、次のレジメンとして非常に良い,い治療薬だと考えられます。なぜならば、レナイド体制の患者さんが90%含まれているスタディなんですが、転送効率は82%と非常に高い転送効率でありまして、無増悪生存期間も11.2ヶ月と。 比較的い,い,い,い結果が得られております、えー、それ以外、エドツーマブ、抗体治療薬ですね、とポマリドミとの併用、えー、イサツキシマブ、これは CD38 の抗体とポマリドミとの併用、これもいい結果が出,出ておりまして、全速率は60%程度でありますけれども、無造作生存期間は11ヶ月前後ということで、まあ、非常にいい結果だと考えられます。 そしてもう一つ、シクロフォスファミド。これはあの、点滴でも内服でもいけますけれども、まあ、昔からある抗がん剤でありますと、ポマリドミドできた。これも全部、傾、え、向、ー、でできる治療法でありまして、えー、主に、えー、このシクロフォスファミドは週1回の点滴、あるいは内服で、えー、ポマリドミドも通常通り、つまり3週飲んで1週間休薬というふうにできますので、 非常に外来で使いやすい治療法だと考えられます。また、あの、髄外主流とかにもえ効果が得られると。つまり、骨髄の外に出てきた腫瘍ですね。主流の骨髄腫にもえ効くということがわかっていますけれども、えー、これも全治療レジュメンスが4と非常に治療歴が多いような患者さんで、大緑度体制であっても、 無造作生存期間が10ヶ月でられておりますので、まあ、比較的良い,い治療法だと考えられます。そして先ほど申しました、ポマリドミドとベルケードの併用ですね。これとベルケードデ差の比較試験が行われております。559例と非常に多い症例数で、全治療レジメン数が1から2の患者さんを対象にしておりまして、 えー、ポマリドミド、ベルケード、デキサ。そして、えー、ポマリドミド法がない、ポ、えー、ルテゾミブデキサの併用であります。えー、これを見ますと、えー、先ほど申しました通り、非常に前層効率が高いということですね。そして、無造惑生存期間も長い。ただし、えー、重篤な有害事象としまして、 これも高中級現象が出てしまう、これもフォーマリドの特徴でありますけれども42、42%の方に重篤な高中級現象が起きてしまう、そして30%に感染症が起きてしまうということで、感染の管理が非常に重要になります。例えば、抗生剤を予防的に内服するとか、あとあのフィルグダスチームといった高中級を増やす注射、皮下注射ですね。 こういったものを定期的にやらなければいけなくなることもあります。しかしながら、このポマリドミド、ベルケード、デキサ両方はですね、高リスクの患者さん。これ、えっ、ー、と、左側に行きますと、えー、ポマリド、ベルケード、デキサの方がいいですよということで、左に行けば行くほど、えー、この効果が高いということを示しておりますが、えー、高リスク染色体以上。 ま予後不良となるような染色体異常があってもなくてもですね、同様に効いていますし、ただし、高齢者だとちょっと右側にずれてしまうということで、やはり高齢者は、あの、この高中級減少が激しくなるせいか、ちょっと効きが少し弱くなっているようだというふうに考えられます。また、レラニドミド耐性の患者さんも非常によく効いているということで、えー、DRD 療法の後にこの治療法は非常にいいと考えられます。 そして、えー、抗体治療薬とポマリドミドの話をしたいと思います。抗体治療薬、スラム F7 といったこのタンパクがですね、骨髄腫の細胞の中にで、えー、表面に出ているわけですけれども、これにくっつくのが、ドッツブマブという抗体治療薬であります。そして CD38 という え、タンパクにくっつくのがイサツキシマブということでありますけれども、エロツマブは単剤では全く効果がないことが分かっています。これにポマリドミド、免疫を調節する力が強いイミッツですね。これを併用すると非常に効果があるということが分かっておりまして、え、このイミッツはですね、免疫を抑制している細胞を直接やっつけることもできますし、え、インターロイキン2の酸性を促すので T 細胞も そして NK 細胞といった、こういった免疫細胞も活性化します。それによって抗体治療薬の効果を増強しますので、この併用は非常に良い,い組み合わせになります。すなわち、エロツンマブ、ポマリドデキサ、イサツキシマブ、ポマリドデキサ療法ということになります。でこれはエロツンマブ、ポマリドデキサ療法の結果でありますけれども、こちらバックグラウンドですね。えー 患者さんの背景でありますけれども、年齢中央値が66歳から9歳。入りつく染色体がやはり20%ちょっと含まれていると。そして全治療レジュメンがちょっと多いんですが、中央値が3で2から8ということで、治療の回数が多い患者さんが含まれています。そして全走行率は LPD で53%。ですね、無増悪生存期間が10.3ヶ月と。 この中で感染症で治療が中止になった患者さんは7%と比較的少なかったよということが分かっています。じゃあ、あの、高リスク染色体異常がある患者さんにはどうなのということで、ある方とない方を、やはりこちらも、えっ、ー、と、左に行くとですね、エロ、つずまぶ、ポマリド的サがいいということになっておりますが、えー、あってもなくても同じように効果がありますし、まあ、最近、ワンキューゲインといって、まあ、これも染色体異常なんですけれども、 予後が悪いと考えられている染色体上があってもなくても効いていると。そして何よりもですね、エロツーマブ・ポマリド・デキサの特徴はですね、全治療レジメンス、4以上あってもですね、2と3あっても、ほとんど同じように効いているということで、まあ、後から使っても比較的効くだろうというふうに考えられています。主な副作用はインフュージョン・リアクション。点滴したときの急性反応ですね。あと疲労。 高中級減少などが問題になります。そしてもう一つ、イサツキシマブ・ポマリド・デキサになります。これは全治療レジメンスが2例、年齢中央値が67歳、ナ内ドミド体制が70%含まれているような患者さん307例を1対1に分けて比較したものであります。イサツキシマブとポマリドミドデキサ、そしてポマリド・デキサの比較試験であります。 これがですね、無造惑生存期間で、まあ、青い方がイサツキシマブを上乗せしたものでありますけれども、まあ、ポンマリドテキサに比べまして、約5ヶ月、えー、伸びております。こちらの方が、えー、生存期間ですね、全生存期間になりますが、有意差は出ておりませんが、やはりイサツキシマブを上乗せした方が、まあ、1年の生存率を見ますと10、10%ぐらい高かったよと。 ということになりまして、えー、染色体異常を見ましても、これも左に行くと、イサツキシマブ、コマリドできたの方がいいよということになりますが、えー、高リスクでも標準できスクでも変わらなかったということが分かっています。また最近ではですね、えー、高リスク染色体異常、陽性だけではなくて、ですね <laughs> これは一般的な染色体異常でありますけれども、それプラス先ほど申しました、ワンキューゲインと言われる、えー、染色体異常。これも 先ほど申しましたように、ハイリスク、横が悪いと考えられているものでありますけれども、こういった患者さんにも同様にこのイサツキシマブ、ポマリドデサで効くことが報告されています。で主な副作用ですけれども、まあ、ダラツンマブと似ておりますが、高中級減少、そしてインフュージョンリアクション、上気道感染症などが注意すべきものであります。ということで、いろんな選択肢が出てきまして、えー 少しいい、僕らととっても、あの、やりやすくなってきているということが技術は、えー、人現実でありますけれども、それでも、さらにまた再発してきた場合、どうするかということでありまして、こういった抗体治療薬、プロテアソーム阻害薬、そして免疫調節薬、いろんな治療薬を使っても効かなくなった場合、えー、どうしたらいいかということで、まあ、幸いですね、今あ、臨床試験が行われております、 カーティ療法ですね。新しい免疫療法。これが非常に効くことが分かっております。それに近いく効くのが、この抗体薬物複合体ということで、まあ、抗体に直接抗がん剤がくっついているものですね。こういったものも効きますし、二重特異性抗体と言い,いまして、まあ、T 細胞と腫瘍細胞をくっつけるような抗体ですね。これも非常に効果があることが分かっているということで、 これらの薬剤もおそらく数年で認可されると考えられておりますので、えー、今頑張ればまた何年か先にはどんどん違う新しい治療が使えるようになるということになります。以上、ご清聴ありがとうございました。